しょっちゃん、みっちゃん、てっちゃん、エサレサヨチャンネル。今日は今回は新学期用に買った新しい筆箱と文房具を紹介したいと思います。では準備します。では準備ができました。まずは新しい筆箱紹介。まずは先に何だっけ、まずは先にしょちゃんが新服さんで一学期中に欲しいのを見つけて買ってた筆箱を紹介してください。しょちゃんの新学期の筆箱はシャカシャカの筆箱です。見た方もいると思いますが、しょちゃんはこのシャカシャカの筆箱です。中身はパープルで、これアラザンみたいのが入ってて綺麗な音がします。チョコレートスプレーか。で後ろにもこうやってチャックがついてるやつです。はい、どうぞ。でこの前イオンに行って買ったのは、まずはせっちゃんから筆箱紹介お願いします。はい、まずは筆箱ね。C&C で今回も買いました。じゃあ筆箱からね。うん、まずはこれ、じゃーん、ストーリーだ。せっちゃんの今回の筆箱はこれです。トイストーリー4。しょっちゃんがお友達に C&C に、トイストーリー4のやつがいろいろ売ってるよって聞いてたんだよね。でせっちゃんは今回はこうやってバリバリバリってして、中がしょっちゃんのみたいにポシェットがポッキがついてるのと、中はせっちゃんとしょっちゃんはね、筆箱の中をよく真っ黒にするので、今回はグレーの色も考えて選びました。ただね、ここが薄いから多分汚れると思うんだけどね。多分上手とか入れた方がいいんじゃない。そうだね、かわいいです。せっちゃんの新しいおにゅんの筆箱はトイストーリーでした。はい、で次はりっちゃんの新しい筆箱の紹介お願いします。開けて。うん、はい、じゃーん、見して。りっちゃんは今回も大好きなマーベルにしました。しかも何ていうの、何系っていうの、ギャラクシー、あ、ギャラクシー系、宇宙系のやつにしました。いろいろね、なんかこうパタって開くやつとかいろいろ見てたんだけど、結局これを高いところに飾ってあって、いや、なんかね、この本みたいになるやつ、高いところに飾ってあったのを見つけてこれにしました。中も黒で、ポケットは何もついてなくシンプルなんだけど、マーベルって赤とか黒とかのイメージなんだけど、今回はりっちゃんの好きなラベンダーカラーでギャラクシーです。りっちゃんの新しい筆箱はこれです。はい、で次中に入れるやつをまずはしょっちゃんから紹介してください。のりと、じゃん、羽ののり、綺麗な紫ののりです。はい、と、はい、開封してるけど、そう、これは、これも新服さんでしょっちゃんの筆箱買うときに買った、修正テープとのり、テープのりのセットのやつ。これも見えるかな、ユニコーンです。はい、と次は消しゴム、消しゴムはこれはしょっちゃんがお友達にもらったユニコーンの消しゴムです。かわいいね、パープルだね。かわいいよね。次は鉛筆4本。よし、鉛筆が4本、全部、これはね、多分ね、筆箱と同じユニコーンと、これも多分筆箱と同じユニコーンだよね。あ、これが筆箱と同じユニコーンなのか。同じユニコーンで、これも見えるかな、ユニコーンで、あ、1本忘れてた、これもちょっと待ってね、ユニコーンで、もう1本は、でこれも、これはユニコーンじゃなくてユニコーンカラーってことで選びました。あとペンシルは、シャープペン、うん、シャープペン、これももらった、さあ、あとお友達にもらった、学校では使えないんだけどね、うん、これもかわいい
見えるかな、見えたかな、ライトの関係で見えない、あ、見えた、ユニコーンカラーのユニコーンのペンシルと蛍光ペン、そう、あとは蛍光ペン、これはねママが選んで匂いで選んだの、いろんな匂いがあって、これは、うん、どんな匂い、チューイングキャン、チューイング、チューイングガムの匂い、あのこのなんていうの、模様っていうより、りっちゃんと行った時、せっちゃんと行った時、りっちゃんと行った時に買ったので、しょっちゃんのはママが匂いで選びました。いい匂い、美味しい匂いがする、あのつぶつぶガムの匂いがする、あがしょっちゃんのものです。はい、並べてください。それで終わり。これって不思議な匂いがするやつがあるよね。あるね、下に、下のお部屋にあるのはチーズとかだね、なんかピザがあって、で次はせっちゃんの新しいものを紹介してください。せっちゃんはね、筆箱と一緒に買い足したのがあるんだよね。うん、じゃあ先に、うん、海苔から、うん、あ、海苔あれあ、そっかそっか、海苔ね。せっちゃんはこれは前買った方かな、うん、前買った方の、買い足した方じゃないやつのせっちゃんが新福さんで選んだ、そっかそっか、ハムスターの海苔です。これハムスターと思ったら犬だった、犬だった、そうなんだ、犬、うん、さあこれはりっちゃんと行った時に買った、これはね、せっちゃんがねよくね、コーラガムを食べてるので、コーラと、あと一つがコーラ、コーラとアイスクリーム、コーラフロートの匂いなの、クリームとコーラ、あ、美味しそうに、コーラフロート、コーラとアイス、次はこれ意味よな、次は鉛筆、はい、これだけ、まだある、いや、まだある、うん、せっちゃん鉛筆、あ、袋に入ってんの、うん、開け、外に出して開けていいよ、そうか、それが買い足した分ね、うん、先にこっちにあるの紹介しとくね、うん、お家にあるママの文房具棚から、新品のやつから取った、これがディズニーのプリンセスで、これが、チップとデール、これもチップとデール、これはなんだっけ、リトルグリーン、あ、リトルグリーンメンのなんだっけ、なんて言うんだっけ、映画、あ、そっちね、そっちはモンスターズインク、モンスターズインクで、これがリトルグリーンメンとか、これがトイストーリーのやつです。はい、置いて、はい、次は鉛筆に、そう、これが今回筆箱と一緒にせっちゃんが買ったのが、トイストーリー4のとこね、あったな、トイストーリー4、両方トイストーリー4のやつで、待って、丸に書いてあるやつと、このあのなんだっけ、女の子とかがいっぱいのミーってあってるやつね、ここにミーって書いてある、ミーです、ミー、私、私、ユーがあなた、ミー、ミー、自分のこと、あ、女の子って書いてある、で次は、で、あとこれ、そう、最後は最後だよね、うん、最後はじゃあ、トイストーリー4の消しゴムがなかったので、トイストーリーの消しゴム、前回のやつかな、うん、クマさんとか映ってるから前回のやつを買いました。せっちゃんのはこんだけです。次はりっちゃんは、せっちゃんと同じところで買ったやつです。あ、そうか、これは、あ、短くなった鉛筆、そう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 、新福さんで買った鉛筆補助軸なんだけど、多分ね、みんなこれしょっちゅう、なんか毎回毎回買ってんだけど、どこにやるのかわかんない。私ね、よくなくす、ね、壊れた、ね、そうなの。で、次はなんかここに、それやるじゃん、次は壊れてんの、はい、これがりっちゃんのしょっちゃんが買ったやつと一緒で、こっちが修正液で、こっちが修正テープのやつをのマーベルバージョンを買いました。はい、次はそう、これ、これしょっちゃんとせっちゃんと一緒のやつで、りっちゃんは自分で選んだ、そう、シュガーとストロベリーで、わたあめ、シュガーとストロベリーでわたあめなの、砂糖の量する、あ、こうやってこうやって嗅いだらなる、え、これと同じ匂いなのか、はい、見てみて、どういうこと、嗅いでみて、嗅いでみて、なんか真ん中に匂いがついてるよ
で次はりっちゃんの鉛筆がマーベルが1本と、あとはねイニシャルはあの自分たちのイニシャルとかがなかったので、そう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 、うん、そうイニシャルがなかったので、この黒いシリーズでここにストーンがついてるやつがりっちゃんが欲しいって言ったので、これは黒シリーズで YAMN のやつがあったので買いました。これみたいだね、上の。あ、そうだね、キラキラで終わり終わり。りっちゃん、あ、私が試しといてあげる。ねえやめて、試しといて。ちょっと待って、はい、ダメだねで最後はりっちゃんのこのキラ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 の消しゴムです。はい、終わり。今回購入したものはじゃあこんな感じです。あとあと1週間ぐらい、1週間もないぐらいで新学期なので、あと5日で、もう終わっちゃうね。修学旅行じゃない。あと5日で夏休みが終わるので、筆箱も新しい気持ちで、新しくして、楽しい新学期を迎えてください。2学期がよ。2学期、これ男の子用みたいで終わるかもね。でも、トーストーリー可愛いからいいじゃん。なので、2学期は長いので、筆箱を1学期短かったので、次のやつで入れ替え動画をするんですが、すごく汚くしてたので綺麗に新学期は使ってください。あと手元になくなっている夏休み中に使った鉛筆削りや学校用のハサミをちゃんと見つけて新学期を迎えること。学校用のやつはお家で使わないでって言ったのになくすから、しっかり見つけてください。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ。グッドコンサムよろしくね。バイバイ。バイバイ。